こんばんは、モンタサクです。今日は7月11日パラオに滞在して、何日目だ6日目か6日目ですね。まあいろいろ一人サイエンスパフェということでですね、パラオに来てからまあいろんなシーンをお届けしてるんですけど、滞在中ですね、先日非常に嬉しいことがありましたんで、ちょっとご報告と、まあお礼をこの場を借りてしたいなと思います。今年の4月16日ですね、天気と気象について分かっていることいないことっていうですね、まあ横浜国立大学の筆保先生とかと一緒に書かせてもらった本があるんですけど、一般向けの本なんですけど、まあ、それがですね、まあ、非常に、多くの人に読んでいただきまして、で、先日7月7日の朝日新聞の書評にですね、作家の川端博人さんっていう方がですね、まあ、ものすごい熱い書評を書いてくださいまして、で、まあ、間違いなくもうその直後でしたんでね、それのおかげだなと思ってるんですけども、まあ、ちょっと驚異的な、まあ、スピードと言えると思うんですけど、増刷が、4刷りということでね、もう、わずか3ヶ月で4回も増刷されるということになりまして、もちろんですね、川端さんには本当に感謝してますし、それからまあ川端さんだけじゃなくて、もちろんね、興味を持って手に取ってくださった読者の皆さんにはですね、本当に心からお礼をですね言いたいなと思います。まあ、そうですね、これまでも非常に本の中身に関してはですね、いろんな形で紹介してきたんですけど、まあ、今回はですね、川端さんの書評を読ませてもらって、で、まあ、その書評を見て、この本を読みたくなりましたとわざわざブログに書いてくださった人とかですね、読む前からまずそれを書いて、でその後で、買いましたというふうにわざわざその発信してくれて、まあ、そういう方が何人かおられてですね、まあそういうのっていうのはなかなか今まではなかったんですね。やっぱりその本を買って、まあ、こういうところが面白かったですとか分かりやすかったですとか、まあ、そういう感想をいろいろいただいてたんですけど、比較的ですね、その著者である僕を含めた、まあ、著者に対してダイレクトに、感想を返すっていうのは多かったんですけど、他の人に向けて、著者以外に向けて、自分が読んだ、まあ、へえと思った部分っていうのはですね、まあ、自分以外の人に伝えようと思うっていうところまでですね、言ってくれる人が、やっぱりそう基本的にはなかなか難しいことだと思うので、多くはないんですけど、まあ、今回はですね、やっぱりさすがその川端さんって、まあ、プロの作家の方なんで、まあ、文章もすごいですし、まあ、何よりですね、まあ、その単純に、面白いですよとかですね、そういう感じじゃなくてですね、まあ、研究者のまあ、エネルギーをこうどれぐらい詰め込めたかっていう詰め込めるかっていうところにですね、まあ、気象学の知識的な部分というよりは今生き様、研究者自身の生き様に触れてもらうみたいな価値観に触れてもらうっていうところが、まあ、この本のですね、特徴かなと思うんですけど、まあ、そういうところはすごくうまくですね感じ取って、しかも書評の中でですね、まあ、ねそういう厚さが感じ取れる本ということでですね、まあ、その部分にフォーカスして書評を書いてくださってですね、まあ、
それが非常に今までの中ではですね、で川端さんがやっぱりそこまで、言ってくださったというのはすごく大きなことで、まあ、本当にですね、まあ、どれも嬉しかったですけど、まあ、今回も本当に嬉しかったですね。いろんな反応がある中で、まあ、こういう反応をしてもらえたら本当に、執筆した甲斐があるというか、そう、こういうふうに感じ取ってもらえたら最高だよなって思ってたんですよね。まあ、そういう感じの受け取り方をしてくれた人が、まあ、一人でもいてくれたというのは嬉しいですし、まあ、それがその一人がですね、まあ、プロの、まあ、まあ、気象エンタメ小説とかですね、まあ、サッカーとか、まあ、結構いろんなジャンルで、作家活動されてる方なんですけど、川端さんというのは、まあ、そういう一流の人にですね、まあ、感じ取って汲み取ってもらえて、で、まあ、そういう素晴らしい指標だからこそね、まあ、それの熱にこうまた感化されて、新しいこう今まで僕らが伝えるだけではですね、なかなか届かなかっただろうという、出会わなかったであろう読者の方にもですね、おそらくその熱が伝わって、で、まあ、そういう人がですね、またさらにその今まで僕らが出会ってきた読者の人とは違う反応を僕らに返してくれるということがあって、まあやっぱり反応っていうのはもらえばもらえるほどものすごく、そのまあ単純に嬉しいっていうのもありますけど、非常に勉強になるというのを実感しました。で、特に感動したのがですね、なんて言ったかな、まあ、とあるブログでですね、川端さんの書評を読みましたと、で、非常に面白そうな本だと思ってますっていうようなブログを、買って読んだ感想じゃなくてですね、まあ、書評を読んで、すごく面白そうだということをわざわざブログに書いてくださった方がいるんですけど、で、まあ、そのブログにコメントが寄せられてて、で、まあ、そこに僕もありがとうございますということをですね、書かせてもらったりしたんですけど、まあ、その後のところに別な方が、まあ、気象学っていうのは、まあ、どういうものなんだろうっていうことに対してですね、おそらくそんなに気象学に詳しく携わってる方じゃないと思ったんですけど、まあ、その方が空と海と大地と人をつなぐパスワードをどのようなものだと、気象学そのものがそういうふうに感じ取ってくれたというようなコメントがされててですね、いやすごい感性だなっていうふうに思ったし、そんなふうにですね、まあ、気象学をずっとやってきた僕ら自身がそんなふうにな言葉を思いついたことがなかったと。でも言われてみると、いや確かにそういうことだよなと、気象学ってそういうことをですね、まあ、やるための学術っていうのは、まあ、学ぶ術ですけど、まあ術を編み出してるわけですけど、まあ、そういうものをつなぐためなんだよなと、空と海と大地と人をつなぐというようなことを、そのコメントにはですね、まあ、もう今までちょっと思った感動とはちょっと別な種類のですね、まあ、驚きと感動とちょっと両方混じった感じだったんですけど、まあ、そういうのをもらえるっていうのがやっぱり一番その発信して意味があるというか、まあ、本を書くっていうのは結構まあ正直、まあそんなにその、見合わないというか、まあ、単純にその損か得かみたいな、ことを考えるとですね、まあ、結構大変な割に、なんだろうな、目に見えて得るものがあるかっていうとそんなに実はないですね、正直言って。ま
あ、まだそんなにたくさん売れてるわけじゃないからっていうのもあると思うんですけど、まあ、でもやっぱりそのまあもうちょっともらえたとしてもですね、例えば目に見える金銭的なものとか、人からの、まあちょまあ、自分の所属してる組織からの評価とか、まあ、そういうものでいくと、まあ、基本的にはもうほとんど、まあ、そういうものを期待しては書けないと。でも書いた方がやっぱり僕はいいと思って、まあ、それを書いて発信するということはやっぱり正しいと思う信じたので書いたわけですけど、うん、やっぱり得たかったことはこういうことだなっていうのはですね、やっぱり読者の皆さんとか、そういう人からの反応の中に、そうですね、自分が思ってもいなかったアイデアが含まれてたりとか感性があったりとか、うん、その読まれ方ってこんなにいろんな読まれ方があるんだなっていう気づきがあったり、でそれはものすごいその大きな、まあ、綺麗事じゃなくてね、大きな財産だなと、まあ、特に今回はその川端さんの書評のおかげで反響がものすごく大きかったんで、特にそれを強く感じました。まあ、そういうことですね、まあお伝えしたいのは、まあ、まずはそのとにかく手に取っていただいた方へのお礼っていうのと、まあ、反応を返してくださった方への、まあ、もう本当に、なんでしょうね、まあ、感謝を覚えて本当にちょっと毎度感動するんですけど、だからこそ、まあ、その感動っていうのがまたその次のですね、アウトプットの元にやっぱりなるなっていうのもすごく実感してますし、まあこうこれはまたそのもっと出せるなと、同じ梅雨をですね、まあ、例えば「梅雨前線の正体」っていう本で丸一冊書いて百何十ページも書いて、もうネタないだろうと思っていたら翌年に書いてみたら意外と割と書くことがあったというのが、まあ、今回の本だったりするわけですけど、でまあその梅雨だけでそんなに例えば何ぞ、たくさん書くことあるのかっていうとですね、梅雨前線の正体書き終わった後なんていうのは全然そのアイデアがなかったんですね。もう書き終わった、書き尽くしたと、これ以上面白くできないっていうか、これ以上躍動感は作り出せないみたいな、自分の思いついたアイデア全部盛り込んだからもうこれ以上のもんないぞという感じがしてたんですけど、まああっさりそれをいろんな反響からですね別のアイデアが湧いてくる、で次の本が書ける、で今回の本もやっぱりそのやっぱり出し方が違うので書くテンションも違うし見せ方が違うと全然反響も変わってきて、で反響が変わってくるとやっぱり次に思いつく、じゃあまあもうちょっとこうしたらどうかなっていうアイデアっても全然変わってくるって、でそうすると全然尽きることがないんだなっていうのがですね、まあ本当に強く感じたということですね。まあ感謝と同時にですね、今後また次どういう形か分かんないですけど、もっともっと面白いことできるなと、もっと面白いものをお届けできるんじゃないかなっていうのはですね今すごく確信してて、まあ、その辺をですねぜひ期待してほしいなと、思っていますということでですね、まあ、期待してほしいっていうのと同時にもっともっとね、反響というかですね、まあ、ちょっとしたことでいいんで、感想などもですねもらえたら嬉しいなと思っています。ということで、天気と気象について分かっていることいないこと第 4回目の増刷についてですね、
皆さんへの感謝と、今後もっと新しいものを出すということに対する、まあ、期待してくださいということで、ひとりサイエンスパフェ7月11日2回目のサイエンスパフェをお届けしました。